西ドイツからやってきたプロチーム、ボルシア・メンヘングラッドバッハ。巧みなボールさばきと素晴らしいスピードでスタートから全日本ゴールを脅かします。前半4分、ゴール前に切り込んだ俊足ケペルの強烈なシュートが決まりました。全員攻撃のボルシアは後方から上がってきたミルダーが一気にドリブルで抜いて鮮やかなシュート。前半9分、早くも2対0とリードです。今度は全日本の反撃、荻野スローイングからチャンスをつかみ、宮本がヘッディングで決めて5万5000の大観衆を沸かせます。2対1のまま後半に入って、調子の出てきた全日本はボールをよくキープしてボルシア陣内深く攻め込みます。しかしエース釜本を欠いたフォワードはシュートに力が入りません。ヨーロッパでもトップクラスと言われるボルシアの攻撃、まるでバスケットボールのように自由にパスを通して全日本を圧倒します。プロチームの実力を遺憾なく見せつけて3対1と来日第1戦を飾りました。